おはようございます。8月6日5時15分の暗号通貨の相場解説になります。まあ、このシリーズはね、なんか特別な情報があるから値上がりするんだよとか、こんな情報があって暴落するんだよっていう風な、このファンダメンタルに基づいた解説をしているわけではなくて、もうただ単にですね、テクニカルですね、もう完全にこのチャートを見て、その後どういうふうな動きをしていくのか、どうなる可能性が低いのかってことをね、まあ淡々と私の目線でお伝えしていこうと思います。このテクニカルっていうのは、まあ誰が見ても同じようになっていくっていうのが、私が考えているテクニカルの、まあ持ち味なんですかね。まあそういうことなんですよね。だからテクニカルの私の理解度が低ければそうはならないんですけども、理解度を上げていけば上げていくほど、まあ誰が見てもね、そうなるよねって形を取っていくってことだと思うんですよ。例えば今見えてるのが ADA ですけども、これ明日、これがね、6円になることって考えられないと思うんですよ。このテクニカルで見たらね。明日急に6円になりますよって。でも、ファンダメンタルズでは6円になるってことを言い出す人もいるんですよ。まあそうなってくるとね、ファンダメンタルっていうのはある説であって、まあ本当にギャンブル的要素が強くなるのかなと私は思うんで、まあ基本的にそういうふうなね、大口が買うからとか、どっかの国が何かするからとかっていうことに紐づいて価格予測をするんではなくて、まあ冷静にですね、このチャートからどうなっていくのか、どういうふうになっていく可能性が高いのかってことを、まあこうやってね、フリー動画でお話していこうと思っております。で、現在ですけども、8月6日の5時11分の時間帯で、価格が15円11銭というふうに出てます。まあ大体15円ですよね。まあそうなると、どういうことが言えるかと言いますとね、赤で印しますね。以前まではここが、黒になっちゃった。すいません。黒でいきますね。すいません。ここが、一つのボックスを書いていたんですけども、フェーズが変わったよってことなんですよ。フェーズが今ここに変わったんですね。今14円から16円の間のボックスで推移してますんで、今15円っていうことは、ちょうど真ん中あたりにいるよってことなんですよね。ちょうど真ん中いますよね。これね、ここですから。で、これは、もうね、以前の12円から14円のボックスに、まあ、変わらないことはないんですけども、すぐには変わらないよってことなんで、今15円ですから、まあ、買いの時期だというふうに、私は考えるんですよね。まあ、もし買うならですよ。まあ、でも本当はですね、もっともっと前の解説の時、このフェーズの時ですよ。8円から10円の時に、しっかりと買っておいて、トレンドを形成して、次のボックスで、現在は次のボックスっていう風に2段階前に買っておく、もっと言えばね、3段階前に買っておくことが、まあ、勧められていたというか、私がお勧めしていたんですけども、値段が上がっていくよ、だから4円から6円の間で買いましょうってことをずっとね、放送で申し上げていたんですよね。で、次8円から10円のフェーズに入った時には、ここで初めてね、 ADA のことを意識された方に対して、これはどういう風な形でここまで上がってきたから、次のこの12円から14円が狙えますよってことをお話ししてるわけですよね。で、12円から14円で推移してるときは、今度はですね、14円から16円に向かうので、まあ、買っておきましょうというお話をしました。で、ロスカットなんですけども、仮にですね、これがね、12円から14円で買っていただいていたときに、ここですね、ここで買っていただいたときに、まあ、こういうこともあるんですよ、値段が落ちたときも、落ちるときも。そうなってくると、ちょっと含み損を抱えますよね。8円から10円で今度は、このフェーズで推移することになりますから、含み損の金額も大体、こう、予想できるわけですよね。で、そういうことも、12円から10円の間の解説の時に申し上げていたという形でございます。ですので、なるべくリスク少なく、リターンをね、まあ、踏まえていくということで、次の通貨も見ていきますね。ADA は20円から40円のあたり、今年中に向かうんではないかなと思いますので、まだ仕込み、ドッキではあるんですけども、このあたりから私はね、あまり、買っておきましょうみたいなことはね、言わないようにしてるんですよ。もう私が買っておきましょうって強く言えたのは4円から6円の時なんですよね。その時は10円以上にはなるというふうな形で申し上げていたんですけども、だんだんね、自分のテクニカルの予測が、やっぱりこうなっていたかというふうに、合っていけば合っていくほど、どんどんね、今年の予測値も増えていくってことになります。次行きましょうか。次は、これ。これ何かと、ビットコインですね。ビットコインは、115万円を割らなくなってきたかなと思いまして、120万以上の価格をこれからどんどんつけていってね、今度130万を目指していくと思うんですけども、チャートの方を見ていくと、こういう風になってますね。
はい、これが何を意味するかということなんですけども、現在はこういうふうなボックスを書いているということですね。115万が底値で、今ね、125万円ちょっと突破したところで、利確の人がドーンと来ましたんで、利確してこう落ちてきて、そして今、120万前後で推移してるかなってことですよね。うん、なかなかいい価格です。私もね、これもね、BTC も100万以下の時には一生懸命ね、あの仕込みを、推奨していたんですけども、100万円を超えたり、110万を超えたりしていくと、ビットコインね、だいたい適正価格っていうのが、私が考えてるところ、以前まで100万ぐらいかなと思ってたんですよ。まあ、ですんで100万以下なら買いだと思ってたんですけども、現在の価格ってのはそれから比べて 20% ほど上げてきて、120万前後が適正なのかなと思いますんで、今仕込むのはね、私の考えではちょっとリスク高いかなと思うんですよ。利確が出ないとも限らないですから。まあでも、ビットコイン、なんかちょっと、まだまだ上がりそうですよね。上がりそうっていうのは何の根拠もないんですけども、順調に右肩上がりになってきたんで、これからも上がるんじゃないかなと思うだけなんですけどもね。でもまあ、100万以下で買った人が今の数値を見たら利確する可能性もあるんですよ。これからどん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 利確する可能性も出てきますんで、やっぱりね、急反転に備えておかなければならないなって意味で、私はこのあたりからね、まあ、会話ないですね。自分自身会話ないです。もう買わないですね。100万以下での会話、しっかり入れたんですけども、もうここからは買わないです。もう、アクションするとしたら売るときだけですね。はい。ですからね、誰も見向きもしないときに、やっぱ暗号通貨のことちゃんと意識してられたかってことなんですよ。で、それに引き換え、リップルに関しましては、私はね、もう終わったと思ったんで、22円とか25円の方でうらうらしてるときに、もうね、リップルはね、捨てたつもりでいたんですよ。まあ、大量取得してるんで、これ以上買うつもりはなかったんですけども、現在ね、32円になって、私の平均取得単価43円なんで、あと10円ほどね、頑張っていただければ、損が少なくて済むかなと思ってるんですね。はい。それでチャートがこんな感じですよね。今までの私のお話聞いてたらお分かりと思いますが、ボックスはここになります。30円から34円の間で推移してますんで、今32円でしょ？だから買っても悪くないかなっていうふうに見えるんですけども、まあ本来買うべきところってのは、ここです。22円から20円でうろうろしてるときに、私はもうリップル諦めたんですけども、ある方はね、値上がりするよみたいなこと言われてて、素直に引かなかったもんですから私はね、買わなかったんですよ。そうするとトレンドが発生して今一気に30円から34円だったと。10円も値上がりしちゃったんでね。あの人の言ってたことは正しかったんだなと思いましたけども、なんでそういうふうに考えられたのか、知りたいなと思いつつ、まあ、私はね、まだね、平均取得単価43円で買ってますから、まだ含み損なんですよ。だからね、これ50円とかになってくんないかなと思うんですけどね。願望です、これは。はい。XRP につきましては、以前ほど私もあんまり意識を込めてなくて、ただ、損が回収できればいいなと。いうふうなギャンブル思考が残ってるだけですね。で、本日の解説以上です。皆さんのね、暗号通貨、本当にね、未確定、不確定要素が強い分野ですから、あんまりね、意識込めない方がいいと思います。だから皆さんが、多くの方がね、見向きもしなくなった時が仕込み時なんですけども、まあ、今ね、割とじわじわと、この暗号通貨系の動画って出てきてるんですよ。っていうことは、まだもうなり、もうまだなりなのかなというふうに思います。